なんか英語読めないけど英語読みたくない。なんかさ、このさ、日本語でさ書いてるやつより英語読みたくならん、コメント。わかる。でも読めないんだよね。あ、マナカ来た。読めないんだよね。マナカちゃん、ハードル早いか。うん。マナカさん。知らねえの手を。申し訳ない。Speak English a bit, please. We don't understand.ごめん、意味わかんないけど読んでみた。うるせえ。メガネかわいい、メガネかわいい。ありがとうございます。ねえ、いちご食べた。いいね。おいしかった。スイートポテトみんなで食べてよ、クランベリー。うわ、うらやましい。食べよう。あ、できたもんね、おめでとう。いやでも彼氏が欲しいです。彼作るよ。いや、ほんとよ。誰か紹介しろよ、もう。怒る。美しすぎる。キュート。いつもよし、ありがとうございます。一平大好きって言ってください。ちょっとごめんなさい。YouTube の名前ですか。A ちゃんだよ。A ちゃんだよ。で、これ、それ、タッキー先輩しかわかんないから。ありがとうって言った。この世で A ちゃんって呼ぶ人、滝先輩しかいないからね。ほんとだ。滝先輩だけだよね、呼ぶの。ガチで。うん。私、ベトナム語話せない。じゃ誰かコメント読んでいくわ。ちょっとさ、ちょっとランダムで読んでいくわ。意味わかってないくせに。ちょっと早い。なんか、視聴者が来ましたしか来ない。コメント来なかった。遠藤さん来た。遠藤さん来た。遠藤さん？あ、遠藤さんね。顔わかんないけど、遠藤さんって名前わかる。え、このさ、ウェーブできる人とできない人の差は何なんだろう。わかんない。鼻の形いいねって言われた。この犬の形いいですか？最低なの。アミちゃんのコメントなのにさ、ぶち潰す私で。陸上始めたきっかけを教えてください。これ何回話したか分かんないくらい喋ってんの。だけは友達にお誘われたからです。うん、なんか親と話して始めた。ね、せんちゃん頭やんとか言ってんだけど。せんちゃん見てんの。せんちゃんやんって言ってる。意味不明なんだけど。こだまさん応援してます。やば、名字呼んでる人初めて見た。あみちゃんのこと言ってたよ。こだまさん応援してます。わ、読めたい英語こんなが読め、え、ビューティフルしか、ベリービューティフルしか読めなかった。やべ。あー、読みたかった、めっちゃ。何時までやんの。え、何も決めてない。だったら暇だなーでやり始めちゃった。何もしてないんだよね、でも。部屋の片付けしかしてない。なんか言えなきゃさ、明日仕事自分めっちゃ楽だと思ってるからさ、なんか遊ぼうかなと思ったんだけどさ、うん、いたんだ相手は、うん、自分から誘ったくせにさ、やっぱ動けねえと思ってさ、ごめん、やっぱいいわ。ほどちょっと明日夜勤じゃないの。明日昼だ。明日棚卸しだからさ、うん、なんか数とか数えるんだよね、部品の。月の最後だから。で、なんかしかも年の最後だから、なんか忙しい、うん、お偉いさんたちが来てみたいな。ゆうなね、関係ないのさ、何もすることないの。だからなんか掃除を一日中やりますみたいな感じ。一平さんなんかめっちゃずっとなんか言ってる。一平って呼んでください。すいすいさん。え、あみちゃんのことすいすいさんって呼んでる人初めて見たんだけど。すついて一旦名前覚えて言ってください。こうしろくん見に来てんじゃん。やべえ、全然わかんない。もう、ゆうな、誰見てる？うそさ。質問、やっぱり二人とも筋肉、腹筋バキバキなんですか？あの、私がバキバキだったら結構素晴らしい話だと思うんですけど。私、陸上やってないんで。やってた。あの、腹筋はない、腹筋はバキバキではないけど、ちょっと線あるぐらいですね。はい。大丈夫？横にじゃなくて。
あーどっちだろうね。別になんか打ってやったら、まあ、出るは出るか。かしえ、うーってやったさ、ね、ね、後藤さん、後藤さんがさ、え、後藤さんだよね、これ。スイスイさーんとか言ってんの。こんばんは。あ、こんばんはって言ってる人。ゆいなちゃん、後藤太郎って呼んでくださいって誰？田辺孝太郎じゃね？ね、やばい、キモい、孝太郎、さすがに。孝太郎、今日は新平さん見てないの。私、あれ、わかったよ。白鳥の湖。おう、新平さんって新平さん？うん。俺全然理解しない話してた。ほんと？え、後藤さんもその時いたんだけど、やっと思い出しましたよ。見て、この顔の違う。え、誰かからリクエストきた。え、すごい、ゆいな、ゆいなって人からリクエストきたんだけど。ね。やってあげればいいじゃん。やだ、気まずい、誰かわかんないじゃん。はじめましてって。詰めたな、声は。私、この人知らない人とコラボしてよ。マジすごっ。怖い。ゆいなって人とコラボできない、ゆいな。田辺孝太郎が、あみちゃんに名前呼んでくださいなんて恐れ多いです。もう、田辺孝太郎。こんな時間にレッドブルって言われちゃった。ごめんなさいね。いや、深夜の12時飲むから大丈夫。バイ。かわわいい。あ、来てる？白鳥のなんちゃら、白鳥のなんちゃら、俺全くわかんない。なんで？てて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 。てて、でね。てー、てて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 あー、てててててて。ねえ、メガネさ、変になっちゃったからもうしてないんだよね。今めっちゃ侮辱された、二人に。なんで？メガネの形変じゃねえみたいな。昨日マジであんな久々に更新と喋ったんだけど。嬉しそうだったよ。ほんと？うん。いや、ゆいなに喋りかけようと思ったら、ゆいなお風呂行ってたんだもん。え、そう。なんかもう、誰も変わってくんないしさ、携帯も取られてるからさ。あ、何しよっかな、お風呂入ってこようとか思ってお風呂入ってた。田辺孝太郎いじってんだろそれ。何見たかったことあるの。あみちゃん名前呼んでくださいって頼んでもいいかな。ゆいな、え、ダメ。こだま様幅跳び応援してます。 M あ、ペコリってことじゃない？ M ってペコリだよね。ミャンマーから応援してますだって。すごっ。ミャンマーがどこかわかんないけど、なんか最近めっちゃインスタライブしてる気がする。いや、ゆいなが誘いまくってるからね。ごめんね。いいしょ、全然ラーメン最初は私がやろうって言ったし。ん？全然暇だから私はいい。ラーメンゴローって人いる？アミちゃん、ラーメンゴロー、アミちゃん孝太郎って呼んでくださいって呼んでんじゃん、さっきから。かまで田辺孝太郎。てか、更新来ないね。うん。あいつやば。な、誰か一人さ、ライブのリクエスト答える。いや、でもそっから抜け出せないじゃん。絶対。答えたら。すぐ、いや、切ればいいんだよ。なんか会話途中でも。なんかヘプジッ、みたいな。申し訳ない。じゃあ、そういうのできない。だって、なんかいないの？リクエストしてきてる人。ゆいなって人しかしてくれてない。してみたらいいじゃん。あれ怖い。いや、やだ、ね、知ってる人来ないリクエスト。知ってる人いないの？ゆいなの知り合いみたいなのでさ、誰かリクエストして。いや、見てる人たちが、後藤さんリクエストをしてくださいよ。おさ、ごとさんお願いしますって言ってしてくれた人いないからな、今まで。コメントより入ってくる人のさ、あれしか出てこないんだけど、ゆいな。ん？コメントより入ってくる、あの、視聴しましたみたいな、初めましてしか出てこないんだけど。うん。質問募集しよう。質問募集して。え、恥ずかしい。
三浦って、恥ずかしいってこと。コメント、僕コメントさ、うん、あれコメントこれできないの？できた。北京オリンピックなうです。どういうこと？今って北京オリンピックやってんの？まだ。メガネかわいいですって。メガネかわいい。待って、ゆうたろうって言いたか、ゆうたろうかと思った。アイコンで違うと分かったけど。誰？今日も今日って言って眉毛でインスタライブ始めた人。誰誰誰？こんないけ。あやせ見てんじゃね？いや、あやせくんフォローしてないからさ、探さなきゃ分からん。坂本武蔵みたいな人とか、たつき、やべ、いや、フォローしてなさすぎてわからん。たつきが見てる。ほんと？中学の部活何してましたか？いや、陸上やわ。陸上もろに陸上やわ。ユニフォーム着るのって恥ずかしいですか？いや、もう慣れたな。言うのね、最初恥ずかしかったかも、正直。うん、なんかお腹出るかって思っちゃった、正直。の、中学ってさ、太ってても隠せたやん。うん、もう高校もろに出るから隠せないやん。だから周りの目とかめっちゃ気になってさ、なんかうわあいつ太ってるよみたいな顔はされたくなかったから。でも家で一番みんなの中で、うん、みんなの中で多分一番太ってた、お腹。そうでしょ。サボってるだけあるなってちょっと自分でも思っちゃった。あ、葵くん見てる。葵くんって誰？でね、向こうの東海の陸上の人。うん。うん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 。なんかさ、TikTok をさ投稿しようかなと思って今動画をね。うん、練習してた。どういう TikTok 投稿するの？普通にやっぱこういう踊ってる、うーれたまーみたいな、あの踊ってるやつ。違う、なんかさあんじゃん、写真と動画組み合わせてさ、なんかやるやつ。ああ、そういうことね。うん、そうそう、それで作りたかったの、動画を。普通にゆいたさんからさ、インスタライブのコラボくん。コラボしてみたいだけでもいいじゃん。ゆいなです、ゆいなですっていうの一緒に。え、何人何人、日本人かな。いや、ゆいなって名前で日本人。日本人じゃないことあるかな。ちょっとそれだけコメントお願いします。尊敬してる人は、尊敬してる人、尊敬してる人ってむずいな。尊敬する、あみちゃんは陸上でってことだわ。え、わかんない。いや、尊敬してる人ってむずいんだけど。お母ちゃん。お母ちゃん、お母ちゃん、まゆみちゃん、まゆみさん。初めて6メートルで飛べた時はどれくらい嬉しかったですか？心臓飛び出るほど嬉しかった。ゆいなです、日本人ですって後藤さんが言ってる。だから後藤さんやっぱ、ゆいなちゃん言ってる。ゆいなちゃん日本人です笑ってきてる。ほんと？後藤さんやっぱコラボしたいんじゃない？したいんじゃない？後藤さん、私のこと、後藤さんってさ、ゆうなこと知ってる？いや、かぶってないと思う。私の2個上だから。かぶってないと思って、かぶってないよね。うん、かぶってないね、絶対。うん、一平さんからも来たよ、リクエスト。さっきのあの、やってくださいって言ってやってみて、コラボしてみて。気まずいだろ。二人行く？二人とも行ってみる？気まずいよね。一人にする。いや、一人にしよう、一人にしよう。どっちがいい、どっちがいい？気持ちいいよ、どっちもいい。どっちでもいいよとか、なんかそういう風に言っちゃうの申し訳なかった。なんか、ゆいなさんとコラボしたら、ゆいなさんとゆいなさんになっちゃうけど、いい？いいよ。
ならさ、5分だけにしない？ 5 分だけっていう。さすがに。兄ちゃん？違う違う。いや、ゆいなのお兄ちゃんじゃない。じゃあ5分だけゆいなさんとコラボしましょう。怖っ。ドキドキする。どんな子出てくるか分かんないの。却下されたんだけど。却下されたの？どういうこと？ゆいなさん嫌われたし、もしかして。あって、遠藤さん、遠藤さん入ってきたから、遠藤さんにコラボしてもらおう。遠藤さんお願いします。他にいないの？私もう大丈夫です。一緒の名前でしたっていうお話かな？他にコラボしてきてる人いないの？一平さんぐらい。押してる。あ、もう一人来たよ。で、で、まっちゃん。まっちゃん。ゆなの先生かな？まっちゃんって、もっと。あ、工藤さん来た。うん。りゅうさくんいるじゃん。工藤さんします？私たちと。いや、ご飯食べに行ってたよ。さっき。あ、そうなん。好きな食べ物は？あ、せんのよ、せんのよ、待って考えよう。あ、みさき、か、思いついたから。好きな食べ物？うん。あ、いいよ。いっせーので、もやし。スープカレー。おやつ？って言った今。もやし。あ、もやしってたの？もやし。あ、食べ物ってそういうのか。待って、オムライス。と思った。なんか食べ物って難しくない解釈。なんかさ、好きな野菜はとかじゃないか。作ったものね。じゃあ。いて、鼻ぼけた。誰に聞いてんの？もうちょいで家つくだって。水口海くんがなんかこういうの送ってきたか。遠藤さん、あれじゃないですか。工藤さん、もうちょっと家つくよ。もうちょっと家つく。訪問者頑張れって言ってる。誰訪問してる人？私。アミちゃんのライブに訪問してる人ってことかな。分かんないけど。アミちゃんが訪問してるんだけどね。訪問させたんだけどね、私が。もう誰からもコラボ来てないの？一平さん。あ、まっちゃん、まっちゃん。誰、まっちゃん。リュウナの担任の先生のお一緒の名前なんだけど。まあ、担任じゃねえよ。大好きな先生の名前なんだけど、まっちゃん。アイラインのな、こっから引かなきゃいけないんだけど、こっから引いてんの。あ、でも引かさってる？引かさって、引かさってるみたいな。リュウさん、今日さ、バス、あ、これやばいこと言うて、今日さ、バス乗って帰ってきたじゃん。うん。ね、相当眠たかったのかさ、ずっと寝てたんだよね。うん。じゃあさ、メモロついてさ、全然知らなくて、ママとずっと寝てたのさ、すいません、お客さん、メモロついたんですけど、って言われてさ、すいません、俺も。めちゃ恥ずかしい、本当にもう一生したくない。おい。マジか。めっちゃ恥ずかしかった。それ恥ずかしいよね。あみ、それ JR でやった。赤字。え、JR ってどういうこと？え、撮影機ずっとついてんのに、アミがずっと寝てたから、あの、駅員さんに、こうやって、トン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 、着きましたよって起こされた。恥ずかしいよね。うん。マジ焦ったもんな。待って、すぐ行ったかも。離れたい。なんかどこにできたかわかんない。あ、消えちゃった。あの、質問もなくなっちゃった、とうとう。うん、なんか今日も見てくれる人少ないね。はるきてん。あ、え、このはるきさんってさ、あの、あれ TikTok でよくコメントしてくれる人かな。え、かなって思ったけど、どうだろう。このグミみんなおすすめなんで食ってください。
ハード。これマジで美味しい。こんな美味しい。あ、インターハイ徳島なんですよ。四国行ったことありますか？愛媛行った気がする。そうです、よくコメントしてます。だってはるきくん、やば、はるきくんだけ名前呼ばれてんじゃん。人生で一番嬉しかった。え、もうあみちゃんに会えたこと、やば。え、でも実際そうじゃない？うん、だからもうさ、白川行かなかったらまず会えなかったじゃん。もう小人生感謝しろってことか言うて、うん、はるきくんが認知してくれましたかって言ってる。してるよ。なんか知っちゃったね。こないだも見に来てくれてたもん。マジで、うん、いやマジでなんか小人生いやさ、白川行く予定じゃなかったし、陸上やめる気満々だったからさ、うん、小西先生だから今やるって決めたけどさ、だってマジでなかった。アミさんと友達とかもう自慢しまくりですよね。あ、自慢し放題ですよね。え、もう自慢とかない言うの。アミちゃんのこと自慢とかないかも。なんかなんかさ、なんだろう、いやそれでなんかさ、自慢す、なんだ、ごめんなさいなんかあの、違うんですよ、奇跡だけど、なんだろう、普通だから。え、なんだろうね、わかる、言いたいこと。うん、私にとってはなんかその有名人だけど、それだからと仲良くしてるとかじゃないから、なんか自慢とかしないから。あいちゃんなんかいいとか言わない、全然。周りには言われる。ナッピー仲いいよねとか、あのその子と仲いいよねとか言われるけど、うん、よく見るとか言われる。ありがとうございます。出た君おかえり。からリクエスト来たから、工藤さんから来た。やった、いっちいったいったち。ごめん、ちょっと読めない。してる。してみて、してみて。ITCHI なんて読むこれ。いっとフォロワーなんでこんなに増えたんですか。動画のせい完璧動画のせいです、これ。あの、アミちゃんの陸上の動画がバズりまして、そこからフォロワーが増えた、うん、なんか私が説明してるのすいません勝手に勝手に。あ、工藤さん、ただいまって言ってます。グイリー帰ってきたかな今日ママは？まゆみさん？うん、まゆみさん、ゆうながね、さっき帰ってきた時にね、焼き見さんだよね、ママ。うん、うるさすぎて部屋に投げ込んだうるさいって言ったさ、分かった、もういいって言って怒って上行ったパパもう寝た。うん、ママも寝るんじゃない、寝てんのかな。なんかね、めっちゃうるさかったよ、野球見てる時。いやあみちゃんまだあの友達の家だよ。いや、工藤さんがあみちゃん住み、あ、なんだっけ、なんていうの、この歯のこと、出っ歯。違う違う、刃、刃ってだけ。これ刃じゃない、ただのルッパで。やみちゃん勘違いされるで毎回、うん、でもゆいなもしょそうだと思ってた。帰り送ってくれるっていう優しい方がいるから。バイトとかしてますかって。してない。バイトしてます。バイトじゃないだろ、それ仕事だ。普通めっちゃ大変。自分のことアミちゃんって言ってるんですか。アミちゃん、自分のことアミちゃんって言ってるんですかって。うん、アミ、自分のことアミって呼んでるよ。
ゆいなもゆいなって呼んでる。知らねえよさ。泉総一郎が見てるよ。動画バズると嬉しいものですか。自分、多分自分から、自分も動画から来てますって。いや、なんか嬉しいってか、でも別に自分が上げてる動画じゃないから、なんとも思う。どっちがモテる？待ってるだろ、お前。ゆいなもんさ、すごいわ。何？どっちがモテるのって来たから、闇じゃねえ、決まってるやろ、つって。モテるっていう基準何なの？え、周りから好きって言われる確率？全然言われないんだけど。それモテて全然言われないけど。間違い取るやないかい。ウェイトトレーニングどのくらいしますかって。いや、アミちゃんウェイトするイメージはないんだけど。ウェイトトレーニング。週に。してるんだ。こうやって。1、2って。やべ、デポです。バカにしてるじゃん、それ。見て、歯隠して洗う方法。ん？歯隠して洗ってる方法。え、電波バレない。セレンクリックね。まゆみさんかわいいとか言ってね。あみさん、ゆいなさん、まゆみさんが。ゆいなのママもかわいいって。見えてるのかな？二人とも。アップしてるの？してますね。ゆいな、あみちゃんとのしか出してないけど。どうでもいい方法お願いします。あと2分したらさ、出るわ。OK、ゆいなもやめろ。うん。どうでもいい方法お願いします。どうでもいい報告ってむず。どうでもいい報告？めっちゃトイレしたい。どうでもいいだけじゃないもん、めっちゃ申し訳なくなった。言うのはない。出てくるのって。アミちゃんは何度名前？ん？ TikTok なんだっけ？何？アミちゃん TikTok の名前なんだっけ？青い。あれ？あみ。みがひらがなかな？葵にみかな？ゆな TikTok の名前は忘れました。ごめんなさい。ちゃんかな？ちゃんかも。ちゃんか。ちゃんかもしれない。ちゃんってやったら出てくるかな。ああ、あと1分でみんな終わりです。最後言いたいことあったらどうぞ。どうぞ。ないって。あ、ね、今度さ、電話して。ってこと、あの、報告をしてってこと。そう。あ、いっと。ゆうなもちょっといろいろあったから言っとく。なんもねえけどね、なんもねえ。サッカー有名人だよ、この人。タク君だった。